コンビニ食品ばっかり食べてるやつは食べちゃった安くて手軽にって言ってみんなあのサラダチキン食べるんですよ、うん、サラダチキンってタンパク質があるんですけどその製造段階とかそのもう鶏肉ね暴走機関車だよばっかり食べてるやつは食べちゃったこれは流行ってますからね、はい、皆さん、はい、もう持って帰ってください、はいはい、持って帰ってください、はい、もう早速なんですけどアマレックさんコンビニ食、まあ、僕らほとんど食べないんですけど、まあ、食べる人サラリーマンさんが多いですよね日本橋とか、まあ、東京駅の近くとか行くとコンビニのレジが5個ぐらいあって、電子レンジも6個ぐらいあるんですよずーらーっとなってるから大量自殺で変わりますからって感じですよねバカにしてるとかじゃないんですよそうなんですよだって僕なんてそうでしたよ28の頃とか早く気づいてって思ってます商品名バって言っちゃいますけど、はい、めっちゃ食ってたしあー、はい、ピーナッツバターめっちゃ食ってましためっちゃ食べてためっちゃプラスチックで牛乳で取り仕上げて食べてた食べて甘さが増える牛乳飲んでたみたいなめっちゃうまかったですよね早く気づいてがんもないし大変だと思うんですけどそのやはりその健康が一番大事なの でみんなコンビニ食品が悪いってことはもうなんとなくねみんな分かってるんですよねそこを深掘りしてくっかマジで安くて手軽にって言ってみんなあのサラダチキン食べるんですよ、うん、サラダチキンってタンパク質があるって言うんですけどその製造段階とかその最悪っすよ鶏肉ね遺伝子組み換えの食べ物を食べてる鳥さんたちなんですよ遺伝子をなぜ組み換えるかっていうと農薬に耐えられるために強くしてるんですよだから農薬だらけなんですね大緑心まみれの穀物を食べてる鳥さんなんですね、うん、ブラジル産とか大量工業畜産なのでめちゃくちゃ不衛生なところに突っ込まれてるんですねもう病気が蔓延するのでワクチン、抗生剤、ホルモン剤こういうものって全部石油から作られてるので人体にとって毒なんですよやっぱりガソリンの塊食べてるようなもんなんですよガソリンと大緑心まみれのものを食べてるんですね、はい、さらにだもうサラダチキンとかアミノ酸って書いてあるでしょグルタミン酸ナトリウムなんですね MGS っていう、うん、あれってエキサイトトキシンって言って興奮毒なんですよエキサイトって興奮トキシンって毒の役で、うん、欧米とかでは表示義務があったり禁止されてる州もあるぐらい脳神経やられるんですね、うん、有名な会社あるじゃないですかダっていう脳神経やられるんですね、うんだからアルツハイマーとか認知症も激増してるじゃないですか、まあね、増えてるってことは原因があるんですよ増えてるってことは昔なかったってことなんですね、うん、コンビニ食品でそういう悪い肉野菜も農薬だらけ、うん、エキサイルトキシンだらけ、うん、毒物まみれなんですよだからもう本当にねお勤めされてる側だとか大変だと思うんですけど時間ないやからでも人間ってね朝昼夜食べるのにできてないんですよ、うん全部嘘なんですね。そう、ホイトの栄養学っていう、カール・フォン・ホイトっていうのが作ったんですよ。1日3食っていうのを。それって、ビッグファーマー持って、全部献金をして、わざと病気を1日3食にしたら増えるからっていうことで、1日3食を進めてるんですよ。欧米ではガンもアレルギーも突然してどんどん減ってるんですね。1日みんな1食か2食当たり前になってきてるんですよ。3食なんてありえないっていう風になってるんですね。でも日本では未だに、1日3食みたいな。食べて元気みたいな。朝って内臓ってデトックスの時間なんですよ、朝って。人間の体って何十万年もずっと同じ体なんですね。なのに、1890年石油がペンシルバニアオイルラッシュって石油がボーンって出てきたんですよ。うん、そっからどんどん工業が進んだから、いろんなね、ものが便利になって食べれるようになって。だから、それから石油が出てきて、石油工業が進んでから便利になったから、それからどんどんガンもアレルギーも突然死も。だって野生動物なんないんですよ。ガンもアレルギーも突然死も。そっから急にガンアレルギーとする。右肩上がり増えてったんですよ。だから昔なかったものは昔なかったもので起きるんですね。昔なかったものはガンとかアレルギー突然死ですよ。昔なかったものっていうのは添加物だったり農薬だったり肉とかそういう五香食品っていうんですけど、うん、高タンパク、高脂肪、高カロリー、高精白、高糖、五香食品、五に高いって書いて、うん、最悪なんですよ。それが全部コンビニなんですよ。僕今48歳ですけど、僕の同級生って高校で500人なんですよ。500人中アトピーの人って本当数人ですよ。今本当そうですよ。2018年に東京都がしっかり出してるんですよ。うん、2人に1人がアレルギーだって。やばくないですか？アレルギーって聞いて、
薬が飲まなきゃじゃないんですよ。アレルギーってその毒を出したいから切れ物になったり炎症になったりするんですよ、うん、でアトピーの人とかってここら辺とか、うん、顔とかに出る人多いでしょ、うん、この辺の皮膚って薄いんですよ。薄いとこから出るんですね、やっぱり毒を出したいから。毒を出そうとしてるのに抗アレルギー薬とか飲んだらより毒物を食べちゃうから最悪なんですよ、はい、うん、吉野先生もおっしゃってたんですよ。母体ですよね。お母さんたちの妊娠する15年ぐらい前の食生活が胎児に出るよと。食事っていうのは積み重ねなので、毒も積み重ねでどんどん溜まっていっちゃうので、そういう知識を得ることで今後のね、自分が癌にならないのか、病気になりにくいのっていうのは、しっかり正常な循環をしていくっていうのはすっげえ大事ですよね。結局、近くて手軽で簡単ってやつっていうのが、病気になりやすいと。ここなんですよ、はい、高精白、高脂肪、高カロリー、高タンパク、高糖、全部制限する。だからコンビ商品を食べていくんですよ。いろんな自然なとこ行くんですよ。バーベキューで火を起こして食べるまで時間かかるわけですよ、山とかでね。ご飯食べるまで6時間ぐらいかかるわけでも隣にいてね、コンビニすぐ近く行ってやはり200円だったらすぐ肉が買えるとかじゃなくて、そういう体験っていうのは大事だなって。田舎ってすごい自然とか動物に触れ合うっていうのも病気から遠ざかる一つのね習慣なんで、うん、で僕都内ね住んでますけど、もう週末いつも自然の中にいますよ。そうですよね、うん、自然に触れるっていうのもねめちゃめちゃ大事ですよね、うん、だってずっと自然の中に生きていてその体なんだもん。何十万年も同じ体だったのに急に1900年代に石油がボンって出てきて変わっちゃったんだもん。だからみんな自然好きなんですよ。綺麗な海見て何も感じないってやつほとんどいないじゃないですか。みんなわーってなるでしょ。こういうことなんですよ。遺伝子と魂に刻まれてるんですね。ずっとそこにいたのにコンクリートジャングルじゃないですか。だからみんなね、結局何がダメ何が危ないこんなもの食べたらダメだとか、まあ、重要なんですけど、それはやっぱり枝葉なんですね。生き方とかが一番大事なんですよ。その人生を豊かにするために皆さんやってるわけですね、うん、だから本当にそういう人間関係も大事なので、たまにはみんなでコンビ商品とかでレンチン祭りとかしていいと思うんですよね。春のレンチン祭りして、春のレンチン祭りね、はい、電子レンジの話もね、どっかで話したいんですけど、電子レンジ、レンチン最悪、レンチン、ちょっとね、補足で話しますよ、コンビニの話だから。レンチンの話だもん、そう、コンビニの買い物を買ってレンジでチンってのはどんだけ悪いかっていうの最悪ですよ。だから本当、欧米で減ってるんですよ、電子レンジも。電子レンジが安全なんて全部嘘なんですよ。だってロシアだって1990年ぐらい国策として一回やめさせたんですよ、危ねえからっつって。今でもまあちょっとそれは緩んで使ってるのもあるけども、減ってるんですよ。危険なのを分かって使ってるんですね。何も考えず使ってるじゃないですか。やばいですよ、電磁波ってやばいんですよ本当に。サイクロトロン共鳴って言って、電気を当てると人間の体って電気信号で出てるから、微弱電流が流れてるんですよ。そこに電気を当てるからおかしくなるのは当たり前じゃないですか。あれって摩擦熱で食物が分子レベルで擦れてあったかくなるんですね。その擦れがやばいからビタミンとかミネラルとか全部ぶっ壊れちゃうんですよ。だからもう糖質と油の塊みたいな、塊ですね、はい、利用栄養素っていうのは繊細にできてるのでぶっ壊れちゃうんですよ、電気で。あの旨味、油、糖質の塊のものっていう最悪で、容器から出るやばいですよね。あの匂いがやばい、やばいですよね。プラスチックも溶けてるんですよ、はい、環境ホルモンのビスフェノール A とか、そういう毒物がめっちゃ溶けてるんですよ。塩素とかもめっちゃ溶けてるし、なのでそういう意味でもね、発がん性の物質がバーッと入ってくるから最悪なんですよ。電磁波で人体もやられるし、栄養もやばいし、プラスチック容器が溶けるものだから、コンビニでレンチンしてるやつは死ぬぞって感じですよね。そうね、こんなに偉そうに言ってますよ僕だって。でも昔なんてもう普通にチンしてましたね、こうやってふにゃふにゃになってるみたいな。うん、まゆーとか言って、いやそうだ、早く気づいて本当に、ね、いい体にしかいい感情と精神は宿らないんですよ、うん、で僕34なんですけど、28の時まで全然しましたね、チンピッとグーッとこんなのこんなの見たら早く止まらないよ。セブンの塩カルビ弁当とか超好きでしたね。それはやっぱり知識がないってことだ、ね、そうなんですね、早く気づいてほしいですね。アマネクさんと今これシリーズものでね、こう食事に関して大事なことを伝えてるんですけど、この世の中、日本もそうだし世界も利権構造があってピラミッドがあるので、僕らってじゃあピラミッドのどこですか、一番上にいればいいんですけど、まあ、大体一緒なんですよ。
支配層とかっていう人たちがいて、僕らブー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 ゴイムゴイムって言われるようなとこなの で, でその人たちがどうやって生き残るかっていうのはちゃんと意識してつながったりとか知識で武装したりとかね、そうしていかない限りは その人たちにいいように利用されて終わっちゃうんですよ。これは本当に陰謀論とかじゃない、調べれば分かります。本当そうですよ。上司はここから流れて嘘をつかないんですね、はい、なんでこんだけ医療利権と職業利権が激しいのか、なんでこんだけ病気が増えているのか、全部たどると全部つながれるんですね。で彼らは何を考えてるかっていうと、で人口減らしたい、世界を支配したい、だってしっかりアメリカ国立公文書図書館に残ってるんですよ。世界革命行動計画って言って、アダム・バースハルトっていうミュンヘン大学の工学部の教授と2人でタッグ組んで世界に支配しようぜっていうふうになってで、そういう我らのことをゴエムっていうか羊ちゃんみたいなふうに言うと声じゃんだもん、文献があんだもん。だからそういう陰謀論だとか嘘だとかテレビ国が言ってるかって人は完全感情論で、文献とか統計とかデータとかね、全く反論できない感情論ばっかりになる。で全部その通りになってる。アジェンダ21とかジョージアガイドストーンとか文献に書いてあってその通りやってるんですもん。オバマケアだって、オバマケア225条に人類の体にマイクロチップを埋め込んで管理することが目標でって書いてあるんだもんでその通りに動いてるから、それもね、はい、戦争を仕掛ける人がいて戦争で負けちゃった国、日本なんかもう原爆2個ぶち込まれちゃってるじゃないですか。そうそう、あれも人体実験ですからね。だからそういうのをちゃんとね、こうねじ曲げられた歴史を紐解きながら、そういうのをしっかりね、陰謀論だって言うんだったらちゃんと調べて、ね、僕らもずっと今勉強します。間違ってることも若干言うかもしれないんですけど、根本的にはちゃんと調べて、ネットの貼り付けの情報をやってるわけじゃないので、そういうこう勉強するってきっかけになればいいかなってすごい僕思ってます。天音さんとね、僕あのニコニコチャンネルやってるので、ニコニコチャンネルでね、皆さんノックしてノックフェラーしてみてください。ノックフェラー、うわトントン長さんが何か言ってる何か言ってた今。そういう感じでこう、はい、皆さん繋がってって知識でね、武装しましょうよ。僕らの世代で終わっちゃダメなんですよ。子供たちがまだまだ何もわからない純粋無垢な子供たちがいるので、その子たちのために何を残るのかっていうのは、今も大人たちが繋がってちゃんとやっていきたいですね。そういうためにこういう情報発信してるんで、全然リスクばっかり背負ってるんで、分かろうこの野郎ばっかり言われてるんですけど、リスクしかないですよ。もうリスクしかないですよ本当に。みんなおかしいなと思ってるはずなんですよ。でもちょっとした行動とかそういうのって勇気が必要なんで、一人だと勇気って一瞬出るけど継続しないから、やっぱりつながるってことが大事です。勇気なんですよね、はい、有名なサイボーグ009、僕大好きです、はい、ずっと歌ってます。あれの名言があるんですよ、やっぱりあとは勇気だけだっていうのは、はい、あの主人公がよく言うんですよね、はい、勇気があるから知識を得れるんですね。人生の不安っていうのは知見のなさから来るんですね、はい、知識と見識、だからどんどん知識武装をして世の中の仕組みを知らないと、人は情報の生き物なんで情報弱者から死ぬんですね、うん、本当にあとは勇気だけだと思うので、どんどん知識武装して破滅を避けてください。情報弱者から死んでいくんですよね、やっぱり。でやっぱりみんな幸せに生きていきたいっていうところで、生き方がすごく大事なんですね。だからそういうこれは危険だとか、これは食べちゃいけないとか、うわーとか言ったらそれも大事なんですけど、まあ、実際はまあ枝葉なんですね、うん、いかに人生を豊かにするか、生き方を大事にするかっていうね、こともね、手を読むっていうんですけど、いい思いを。もうね、張さんも、こういう吉野先生と一緒に配信してるし、はい、僕も配信してるので、まあ、そういう回を YouTube で作りたいですよね。もう、バリバリやっていきます、はい。で、みんなが止めても止まりません。はい。暴走機関車だよ。おー、ジャクシャは、食べちゃうぞ。今日も決まりました。イエーイでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。